田中聖くん実刑。まあ今日のね、懲役太郎本編でもね、やるのでね、事件概要みたいなものはね、そっちで、どうなった、まあ1年4月、1年4ヶ月の実刑、ね、おめでとうということで、ようこそいらっしゃいということで、単純に、いや、あんまりね、悪口は言いたくないけど、いろんななんか、YouTube でも、いや、これは実刑ならないんじゃないかとか、なんかいろいろああでもこうでも、いや、単純にそれ難しく言えばそうかもしれないけど、そんなことはないと。そんなことはないと。私が見てきた、なんかこの捕まる側から見て、こんなことで、執行猶予になったり、こんなわけがないと。薬物事犯でこんなことやらかしておいて、それでもまだ刑務所行かないなんてありえないんで、そんなことないけど、なんか、なんで？とか思ったけど、だってもう、もともとからがおかしいんだよね。もともとからおかしい。要は、名古屋のホテルで、忘れ物をしちゃってどうのこうの。で、以前、その前からもマークされてたっていうことで、薬物関係で。ね、まあ、執行猶予になって、なんだかちょっと、あれしてて、またこの、おかしなことでね。触発されて持ってたって、まあ、ちょっと尋常じゃないんだよね、この内容が。それでも前のやつがどうとかこうとかってなってどうのこうのって言うけど、いや、そんなことはないだろう。でもこれ、1年4ヶ月の実刑って短いよな。なんで？って思うけど、やっぱり弁護士が頑張ったのかどうなのかわからないけど、もっと長く行くんじゃないかと思ったり、ちょっと細かいことまで聞いてないけど、まあ刑務所行った方がいいよねっていう話で、こんなのは。やっぱり、影響が大きい。ね、かばう人たちもいるかもしれないけど、私の最近の考え方では、薬物、いや、あのね、前段に置いといて、薬物犯で刑務所に行くっていうのはどうなのかっていうのは、っていうのはね、行った先でいろいろ問題が起こるっていうのは、薬物だけやってる人ってそんなに犯罪傾向が進んでるわけじゃないもんね。プラス来てから、窃盗犯、強行犯系の人たちとか、車セットとかと、あと、まあ、暴力団関係と顔が馴染みになっちゃって、また、幅が広がるっていうことになっちゃうのがほとんどなんで、まあ、一回でやめてっていう人もいるけど、あんまりなんだよね。となると、この薬物事犯っていうのは本来の今までのやつと切り離して治療がっていうふうに思うんだけど、今の方だったら私は執行猶予なんかじゃ、まあ、執行猶予。いきなり実刑ってかわいそうだけど、やっぱり数ヶ月間の留置っていうのは必要なような気がするんだよね。特に少年少女なんかは、一回、一週間とか10日とか、もうやってるってことだったらぶち込んじゃって、やっぱり抜くっていうことをしてから、反省させるってことをしないと、ああ、もう、こんなことを続けると、またこういう嫌な思いをするんだっていうことをした方がいい。いやでもな、今これ言いかけててな、でもその刑務所にいた経験がいいかって言ったら、いいことは一つもないんでね、もうちょっと違う、ただ、もうちょっとこの制限はされるけど、行動制限、まあ、携帯が使えないとか、友達に会えないっていうことでも十分なんだけど、劣悪な環境で冷暖房もないようなところにずっといるっていうのは、いいことは全くない。だから余計おかしくなっちゃうって、だから、ああ、もう言い始めてちょっとな、これどっちもなんだよな。たかが薬物されど薬物で、これを厳しくするっていうことをしていくと、余計にもう更生意欲が湧かなくなるだろうけど、まあ今日のね、懲役太郎本編でもね、やってるんでね、それ見てもらえればいいけど、弁護士はね、反省してると。構成できると。ね。検事はできるわけねえと。真っ向から対立してて、まあ裁判所はできるわけないよねっていうことで認めたっていうことなんだろうけど、そりゃこれでさ、執行猶予になったらおかしいもん、やっぱり。ね。やっぱりそうだよ。ね。ね、頑張って、ね、勤めていただきたいということです。はい、以上です。